はい、皆さん、こんにちは。こうチャンネルです。今日は暖かいですね。ちょっと先月のお話なんですけど、ちょっと、去年の4月か5月頃から、ちょっとなんか、お腹の張りとか、あと、便にその血が、ね、混じってたり、あとちょっと体重が、食べても、体重がなんか、どんどん減っていくんだよね。まあ、そういう症状が、去年4月か5月頃から出だして、その時は、特に気にしてなかったんだけど、なんか、時間が経っても、お腹の張りだったり、体重の減少っていうのが、なかなか、治らなくて、ちょっとこれ、なんか隠れた病気っていうか、なんかもしかしたらっていうのがあったんで、ちょっと病院に行ったんだよね。で、CT とか、レントゲンとか、血液検査とか、やったんだけど、特に、その異常はなくて、一回、血便の検査もして、特に異常がなかったんだけど、一回、大腸内視鏡検査と胃カメラをやりましょうってなって、まあ、去年か、去年の12月に大腸内視鏡と胃カメラの検査をやりました。そしたら、まあ、大腸内視鏡検査、初めてね、受けたんだけど、これが結構大変で、まずね、普段の食事、これも制限があって、食物繊維、なんか胃に引っかかる食べ物とか、わかめとか、そういうのはもう、一切、2日前からもう NG で、もう消化のいいものしか食べれないんだよね。パンとか、なんか、プリンとか。そういう、なんか、消化のいいものしか食べたらダメで、検査に影響が出るから、ダメなんだけど、で、まあ、食事制限あるし、あと、検査受ける当日、昼から受けたんだけど、当日の午前中じゃない、10時頃から下剤、2リットルの下剤を飲まなきゃいけないんだよね。それが結構辛くて、胃の中をきれいにする下剤なんだけど、本当にそれが一番きつかったよね、やっぱり俺は。で、何回もトイレに駆け込んで、で、まあ、お茶と一緒に飲んだんだけど、まあ、なんか味もまずいし、吐き気はするし、まあ、便も、何回もお腹痛くなるし、と、もう辛かったよね。で、まあ、それ飲んで、病院行って、まあ、肛門の中に大腸カメラを入れていくんだけど、で、その時ちょっと麻酔は、静脈麻酔って言って、検査する時って、麻酔なしでやると、めちゃくちゃ痛いみたいで、もう僕、痛いのめっちゃ嫌いなんで、もう、静脈麻酔って言って、こう、もう寝てる間に、終わるんですよね、その麻酔やると。それで やることにして、もう、点滴みたいな、こう、入れて、もう気づいたら、もう、終わってるんだよ。ね、気づいたら。で、ずっともう、パッと起きたら、もう検査終わってて、で、なんか、その時先生に言われたのが、ポリープがありますと、ありましたと。そのポリープに多分おそらく癌化したポリープがありましたと。ってなって、この俺があって、こんなに健康な、今まで病気もしたことないのに、大きい病気ですね。この俺が癌と思って。その時めっちゃ焦ったんだけど、で後日、検査、結果を聞かされて、やっぱり
癌化したポリープが見つかって、その時その場で切除できたんで、特にその後のその治療とか化療っていうのは必要なくて、なんか抗がん剤治療をするとか、まあ、そういうのはなかったんでよかったんだけど、いやーちょっと今後1年とか2年おきに大腸内視鏡検査絶対やりたいなと思ってます。定期的にやっぱやんないとね、怖いよね本当。なんかそのこれもう少し1年とか2年経ってたらステージいくつとかの話になってて、いや本当怖いなと思ったよねやっぱり。まあ、自分の父親がその大腸がんで亡くなってて、その時もう血便とか出てて、そのお腹痛いし、まあ便出ねえなとか、血便あるけどまあ大丈夫だろう、でずっと放置してて、病院行ったらステージ4の肺とかにも、肺にも転移してて、いやもうこれ余命あと余命3ヶ月って言われて、半年後ぐらいに亡くなったんだけど、本当にやっぱり父親からのメッセージじゃないけど、まあ、救われた命だなっていうふうに思いましたね。まあ最後に、大腸がんってそもそも症状が全然ないんだよね。その大腸がんでも胃がんとか大腸がんってなかなかその症状がその出ないらしくて、気づかないまま放置して、その病院に行ったらもう手遅れみたいな、ステージいくつですみたいな話になってるっていう人、まあ、進行した形で見つかる人が結構その多いんですよね、調べると。なんでその自分はもう本当に駆け込みギリギリセーフみたいな感じでよかったんだけど、やっぱりね、その小さいことでも本当に病院にはね、やっぱ行った方がいいなと思いますね。そのあとその内視鏡検査、胃カメラはもう30過ぎたら定期的にね、やっぱ早い段階だったらそのがんがあっても助かる確率が高いんで、ほぼ完治見込めると思うんで、もうね、必ずその若い人でももう関係ないんでね、がんって。もうその少しでも症状ある人や、その、もうね、定期的にね、やっぱ検査はした方がいいなと思いましたね。うん、自分はもうその2年か3年に1回はこれから検査をやっていこうかなと思います。皆さんもその、ね、そのこういう症状があったり、その何か、ね、少しでも具合悪いなと思ったら、もうその本当に病院に行くことってやっぱ本当に大事だなって実感しましたので、まあ、体にはお気をつけてお過ごしください。では以上。